脂肪もなくて皮膚の脆弱があってってことはやっぱり栄養が足りないって言ってえとこれ飲ませてうん綺麗になりましたから CP10 でもう一人がうんとやっぱりドリンク飲みながら肉食い形成を期待してる人もいますうん助かりますよこれからもあの在宅のおばあちゃんたちで。 まあ、ドリンク飲める人はいいんですけどやっぱりドリンクだんだんむせがあって飲めなくなるっていうふになった時はやっぱりそのあんなちっちゃいもので80キロカロリー取れるわけですから、うん、朝ごはんおやつ代わりにポイって食べさせてしっかりゲットできるっていうのは家族にしたらものすごい安心量でもあり例えば1人暮らしのところにヘルパーさんが入ってきたとしても、うん、じゃあ ご飯ちょっと少なかったねって一口二口しか食べなかったけどっつったらこのゼリー食べるったら食べるったら食べさせておけばもう確実にこれが8 0ロカロリー取れましたよっていう根拠になるじゃないですか食べることによって取れる微量子の元素ってものがあの口から食べれなくなると取れなくなっちゃうじゃないですかその部分が補えるのでそれが欲しいですよね欲しいし安心にもなるし関わる人たちが。 傷ができたから飲ませる。食べさせるじゃなくて、予防的な部分でもやっぱりそういうその足りないもの。やっぱりこういうので、補いながら自分の体を整えるって言うものになっていければいいのかなと思ったりはしますけどね。だからちょっとあ栄養が足り。ない圧迫があって、あこれやばいと思った時は早めにスタートした方が褥瘡作らないために <laughs> 予防的に <laughs>。 うん、やっぱりそういうのも大事かなと思ったりしてます。食べることの疲労度ってありますよね。誰だって食べることって疲れるじゃないですか。それを短時間で終わらせてカロリーを摂取できるっていうのは、これ必要でしょう。進めやすくなったっていうか、患者さん家族にうんそんな。 ね改まってこうやって作るのめんどくさいしょ例えば大変でしょうとかって言ってこれ1個食べてくれるって試してみてとかっていう食べれるんだったらこれ食べてとかっていうふうには言えますよねうん介護の手間が短縮化されてさらに効率よく栄養が取れてそしてえっ、ー、といいケアに繋がる違うことに今度手をかけれるようになるじゃないですかうんこれは絶対的に必要でしょうん。 そう思います。